めっちゃすごい、ほんまに。マシン何台ですか？この日はですね、埼玉県三郷にある室内野球練習場、球友塾さんに行きました。これ天井がめっちゃ高くって、室内練習場としてはすごい広かったですね。はい、アームマシン設定してます。久々やこの風景。これ全部これ手ぶらできたのに、これ全部使って。はい、マシンの設定も終わりまして、鬼の打ち込みします。この日はまずは徳さん、ちょっと徳さんがただただ打ちまくるというですね、ザ野球人に戻った姿、しばしご覧ください。さすが特うまい。アームマシーンなので多少ストライクゾーンの中で動いてくれるのが、またこれバッティングセンターと違いましてですね、非常に練習になりますよね。はい、ナイスバンド。これ完璧ですね、この角度。はい、完璧。この男ですね、ちょっとこの角度に打ちたいと言いまして、はい、2球目同じ角度。はい、また同じ打球というですね、まあ、大したもんですわこいつ。またまあまあすごいわ。ああいうちょこんと当てるっていうのもね、なかなか難しいんですけどね。徳さんこの日200ぐらい打ち込んでたんじゃないですかね。はい、続いてライパチ。今季から左一本でいくというですね、強い意志を持ってやるそうです。よし、スーパー打ち込みやな。たらホームランの気持ちでくれ。フライバチもこれ相当の数打ち込んでましたね。200から300。やっぱりこういう施設に来るとずっと黙々と練習がし続けられるっていうのもやっぱいいっすよね。たまにはコーヒー作らんとな。ちなみに明日の動画でですね、徳さんが久々に公式に挑戦、これ実は160キロです。お楽しみに。おう